สวัสดีครับนี่ก็อยู่ร้านคาเมนไรดาเดอร์ดินเนอร์นี่เป็นเมนูครับพูดเมนูข้าวประมาณมิเชโดครับเสร สลัดあの前ね福島と遊んだ時もイサも来たの。あきっと。うん、なんかファスト作ったんだけど。J。まあ確かにねミカとか。リベン。ユキとなんか。わかる。いまだにね。なんでユカとか入ったの？バカみたいな。あんまりそのファスト。あきってそんなに。ちょっと好きではないから。で私も。何言っただったら、もうただははっきり幼馴染みたいなもんだし、で、リサも長あの、こうあの人中国からだけど、なんか長年一緒に連れ添った感じだから全然違和感もないし、でユキエも最初の頃はあのちょっと喋らなかったけど、やっぱコンサートとか行ったり、で話してたらすごい子だなって分かってるなと。でね、ミヤミヤキンって私も最初の頃からちょっと苦手だったの。ちょっとさ自分の気分でほら出ちゃうじゃんあの子心臓素系こっちだとそういうのあるけど隠してるはみたいな感じがあったのって1000円貸したの彼女に前それがもう帰ってこなくてそれからそういう子なんだよそういう子なんだよでそしたらさまあほら一回止まったじゃんさっきあれすごい楽しかったね楽しかったんだけどその次の時は私先生に入ってたしピーピーそれででも4人でじゃんでも宮本だから今の私だったら全然あのこのテンションの子とかでいけるのあの時の私はもうなんか仲いい子たち以外に私は全員に入ってほしくないみたいな感じだったのあの時は私だから無理と思っててだからそれもあってで体力もみんなに動けないし今言ったら多分みんなに迷惑かけちゃうなと思って行くのほらでそしたら後々その私もちょっと聞いてそのクンデムハッあやっぱそういう人なんだよねでユキエはさ結構さ宮本とさ遊んでるじゃんでもそれでユキエとね私も遊ぶのよく話とか聞いてあげるんだけどそうするとやっぱりめんどくさいなとかでもやっぱりユキエはちゃんと優しいから遊んであげるわけでも私はちょっとなんかそういう子なんだよでも僕が女子生で結構見つかったかないろいろ経験してだらけ女子生の話この前なんかナコがインスタで見つけてくれたのって見つけたみたいなのが来てで LINE 交換してたからナコとは最近また連絡取るようになってで今冬は受験中だけどあのいろいろその団長とか次の団長もやってくれたしみたいなので仲良くしてあとはハナとユキエと中川のリサは私が今 LINE 止めちゃってるからあれだけどあの受験終わったら LINE 早くしたいしでリサもしかしてリサでショックしまってで長野リサナナミ明日に言うねんナッチに証拠ぐらいなんか3ちょっと苦手だったから私はและสําหรับพิเศษช่วงนี้เล่นโอ60ปีเล่นโอข้าวผัดくっついてくるからพิซซ่าคัสตาร์ดไม่ชอบไม่ได้ขนมปังข้างหลังก็เป็นเซตน้ําเมื่อกี้ถ้าซื้อชุดนี้จะได้ของแถมเป็นพวกนี้ด้วยก็ว่าแล้วก็มองเนี่ยมันก็คิดอะไรได้สักทีแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับก็ลาไปได้เพลงนี้เลยครับแต่มันก็อย่าอิ่มอย่าฟังเลยแต่คนละไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะจับเตะอ่ะใส่